あと、アワードの投票権なんですけど、これは、えっ、ー、と、昨シーズンはオールスターと、そしてシーズンアワードの投票をさせていただきました。で、あのー、その投票する時期が近くなってきたら、NBA のその PR の、えー、担当の方から連絡が来てあ、クリス、今シーズン、あのー、 まあ、あのメディアの代表の一人として投票してくれないみたいな、えー、問い合わせが、えー、その投票する年っていうのは来るような形ですね。で、アメリカの中でも、こうすごく高名な記者さんたちがたくさんいますし、あとは宮地陽子さんがね、投票されてますよね。なので、日本人メディアとしては僕と陽子さん、えー、だけで、日本にいるメディアとしては僕だけが去年や,やらせていただいたのかな、っていうような形でしたね。うん、うんん でも、まあ、あのアメリカの中でもその固定して投票権がある方と、えー、結構変わる方ともいらっしゃるそうなので、まあ、この辺は、ね、今年もその、うん、投票させていただくその光栄な機会をいただけるかどうかっていうのはちょっとまだ分からないです。はい、というわけで皆さんまた次回お会いしましょう。でした、yeah!